ワンチャイ、江南街、オンダロー、当李承老師はここに。まずはワンチャイか。旅のお方、一曲聞いていきなされ。平穏旅坊歌って言って、旅人の幸運を祈る曲だよ。お金を入れたらきっといいことあるよ。旦那様、どちらへいらっしゃるので？ああ、ワンチャイという場所を探しています。ワンチャイならあちらでございます。ありがとうございます。ニーハオ、食事まだ？え、食べたけど。違う、今のは香港の挨拶よ。へえ、そうなのか。聞きたいことがあるんだけど。それってもしかしてこの辺のこと？ええ、まあ、ワンチャイに来たばかりだからこの辺のことはよくわかんないの。そうか。ごめんね、その辺のお店の人に聞いてみて。すいません。ニーハオ。ねえ、香港は初めて？ええ、まあ。香港土産になんかどう？すいません、ワンチャイに行きたいんですが。ワンチャイならゲートを出て右だよ。さあさあ見てってよ、お客さん男前だから負けちゃうよ。これは？お、お兄さん目が高いね。そりゃ香港限定のプレミアムモデルさ。さすがセンスいいね。ああ、はい、毎度。もう一個ぐらいどうだい？いい男は選ぶもんが違うね。ああ、毎度。もう一個ぐらいどうだい？いい男は選ぶもんが違うね。ああ、バイダーリー。お兄さんいい買い物したね。さすがセンスいいね。ああ、ありがとうよ。お兄さんいい買い物したね。さすがセンスいいね。ああ、バイダーリー。他にもなんかどいい男は選ぶもんが違うね。ああ、毎度。もう一個ぐらいどうだい？いい男は選ぶもんが違うね。ああ、バイダーリー。お兄さんいい買い物したね。お、お兄さん目が高いね。ああ、毎度。他にもなんかどこれは？さすがセンスいいね。絵柄の家事がいいよね、こうシンプルでさ。さすがセンスいいね。ああ、
はい、ありがとうよ。もう一個ぐらいどうだい？ウェルカム、ようこそ香港へ。面白いとこ案内しようか。坊や、一人かい。泊まるとこ世話するよ。観光なら任せてよ。安くしとくからさ。ヘイ、ハンサムボーイ、写真撮ってあげるよ。今写真を撮られたでしょ。え？あれ後で売りに来るわよ。しつこく言ってくるけど無理に買うことはないから。ああ、はい。気をつけてね。香港には悪い人も大勢いるから。わかりました。もし泊まるところに困ったら、あそこの会員宿泊所に行くといいわ。会員宿泊所？いつでも無料で泊まれるのよ。ご親切にありがとうございます。こちらこそ、船が怖くて泣いてばかりだったこの子によくしていただいて。それじゃあ、どうか気をつけて。さよなら、お兄ちゃん。さよなら。